はい、いつもありがとうございます。今日はですね、こちらギブソンの J45 スタジオ、こちらをご紹介していきたいと思います。いやかっこいいですよね。ナチュラルカラーもちょっと珍しくておすすめのポイントではありますね。裏はこんな感じです。しっかり木目が出てますね。はい、ヘッドラーこんな感じ。はい、まあ J45 はギブソンを代表するモデルの一つではあるんですけれども、こちらの、シリーズでは、サイドバックがですねオルナットっていうボディ材を使用しており、まあ、ギブソンらしいこうパワフルなサウンドっていうのもそうなんですけど、オルナット自体、結構硬くてですね割れにくいっていう特性も持っているので、まあ、演奏してあの強度もあるんですけど、あの音が比較的こう前に出やすいっていうそういうサウンドの特性も持ってますので、まあ、自宅の練習からこうライブまでしっかりパフォーマンスできるそんな一本となっております。あとはですね、まあ、ピックアップも、いろいろバックスですね入ってますね。ピックアップも搭載してますので、まあ、ステージも、ライブ練習、スタジオもうどこでも、シーン選ばず活躍してくれる一本となっております。あとはですね最大のあの特徴なんですけど、ちょっと薄いんですボディが。パッと見ちょっと分かんないかもしれないんですけど、通常のあのアコースティックのギターよりちょっとこう薄めなんで、ちょっとあんまりこう体格が大きくない方だったりとか、ちょっと大きいギター苦手だねっていう方にもおすすめですね。これあんまり出っ張らないんで、持った感じも非常にスマートになっており、誰でもこう持ちやすくて弾きやすい一本となっております。それでは早速ちょっと音を出していきたいと思います。